どうもピアニストの長嶋達也です。僕よく聞かれるのが、室内楽の演奏とかをするときはお互いにリハーサルのスケジュールとかも組みやすいだろうし、いっぱいリハーサルできるだろうけど、オーケストラと協奏曲を共演するときってどんな風にするのみたいなことをよく聞かれるので、今日はそのことについてお答えしようと思います。まずはめちゃくちゃうまいトップのプロのオケと共演する時の話です。リハーサルは大抵大体ね、そのオケによって違ったり、その僕のスケジュールとかオーケストラのスケジュールとかのその、噛み合いによって変わる時もあるんですけど、大抵2回オーケストラとリハーサルの合わせがあります。そしてその演奏当日にさらっと通す、全曲じゃないけどなんか要所要所通すみたいな感じのゲネプロっていうものがあって、英語ではドレスリハーサルって言います。で、それがあってその後に本番っていう感じです。大抵のプロのオケがそういう感じのスケジュールなんですけど、時によっては曲によってはね、めちゃくちゃ難しい曲になったりすると3回4回とかも出てきます。だけど大抵は2回のリハーサルとゲネプロとかドレスリハーサルって言われる本番の前に通すリハーサル、それで本番になります。でも実はその前にやることがあるんです。その前に実はリハーサルは始まってます。僕が例えば空港に着いて迎えが来て、その朝早かったらその練習して、一番最初にするリハーサルが実は指揮者と1対1のリハーサルなんです。僕がピアノのソロをオケなしで弾きます。でそれを指揮者は聞きながら譜面を見ながら指揮をしたり、隣で指揮をしてくれたり、それは僕にね、この世をついてこいっていう指揮じゃなくて、僕のやってることについてこようとする指揮をします。でもし、何か僕のやってることが理解できなかったら、ちょっと待って、ここどうやるのってもう一回弾いてみてとか、それとかお互いに、現代曲でねすごく合わせるのが難しいところだと、ちょっと待って達也、ここは無理だ、絶対無理だから、こここうなるからこうしてくれないとか、またはまあスタンダードなレパートリーでも、例えば僕はソロをずっと弾いてて最後の1音でオケが入ってこなきゃいけない時、そういう時は何回か僕に弾いてって言って、そこで彼か彼女がこういうなんか合わせる練習をしたり、そんな感じのことをさらっとやります。ここで指揮者とソリストが自分たちのしたいことの打ち合わせをしているような感じです。でそれを指揮者がオケに持って帰っていって、最初のリハーサルが始まるわけです。これが今度アマチュアのオーケストラになると、もっともっとリハーサルをする時があります。例えばプロのオーケストラは本当にもう、演奏の何日か前につけばいいんだけど、アマチュアのオケで、なんていうのかな、ちょっと前に、1ヶ月前に僕の演奏を送ってほしいって言われたこともあります。で、なんか代役のピアニストかなんかとリハーサルするのかな。で、本番直前にプロのように、僕が一緒にリハーサルするわけなんですけれども、大抵、1回目のリハーサルの時はドキドキですね。プロのオケっていうのはもう1回目からもう本当に演奏のレベルに近い、もう本当にリハーサルをするのはニュアンスとかバランスとか、もう本当に最後にまとめなきゃいけないような要素のリハーサルをします。だけど今度はアマチュアのリハーサル、オーケストラのリハーサルになると、そのオケのレベルによるけど合わせなきゃいけないとか、もっと基礎的なことのリハーサルから始まってしまうことが多々あります。それはしょうがないことだと思うんですけれどもね。一つ、もしね、将来、アマチュアのオケと演奏することがある方、気をつけてください。最初のリハーサルと2回目、3回目、まあ、4回目あるかわからないけど、1回1回、オケっていうのは進歩がめちゃくちゃ早いし、めちゃくちゃ大きいです。だから1回目にうわー最悪って思っちゃったことがあっても失望しないでください。2回目、
3回目、4回目、絶対にまとまってくると思います。それを忘れないでください。それからもう一つ。アマチュアのオケと弾くときは、プロのオケと弾くときよりも自由自在にはできないと思います。例えば、僕がアマチュアのオケと、でも僕の一緒にやったアマチュアのオケって、それでも結構レベルの高いアマチュアのオケなんだけど、それでも、何か、例えば前に進みたいときに、トッププロのオケっていうのは、僕がしてることを指揮者を抜きにしても、音楽を感じて自然と一緒に流れてくれたりする。だけど、アマチュアのオケとやってるときは、僕結構、引っ張らなきゃいけないとか思ったり、ここはこんなに進むとついてきてないって思うと、こっちから合わせちゃうときとかがあります。で、それはしょうがないことだと思うんですよね。で、そういう、駆け引きとかも、ソリストがしなきゃいけないことだと僕は個人的に思ってますし、だからこそトップレベルのオケとやるときは、もう1ランクも2ランクも3ランクも上のソリストとしての演奏ができるんだと思います。ちょっと話が戻りますけど、さっきゲネプロの話をしましたよね。ゲネプロを、英語圏の国ではドレスリハーサルっていう時があります。これでね、よくこれ留学生だけじゃなくても英語を話す、英語が母国語の生徒たちもたまに誤解してドレスリハーサル、ドレスって清掃する、いい服を着るみたいな、そういう意味があるんで、ドレスリハーサルにタキシードを着て行って恥ずかしい思いをしたっていうのをよく耳にすることがあります。ドレスリハーサルとは言われるんですけれども、普段着ですたまにオケのメンバーで着替える時間がないとかいう人は、蝶ネクタイはしなくても、なんかタキシードの何スーツとね、シャツとかを着てる人はいるけど、もうほぼ、全員、普段着でリハーサルします。で、演奏直前に着替えて、本番をするという感じなので、ドレスリハーサルって言うからって、タキシード着てドレスリハーサルに行かないように。もし、そういうことが起きるときは、ドレスリハーサルにはちゃんと着てきてくださいとか言われます。例えば写真撮影があるとか、一度僕あったのが、コマーシャルの一部として、なんていうの、バックグラウンドで使うからみたいな、だから着てきてくださいって言われたことはあります。そういう感じです。こんな感じでリハーサルの数はプロだとだいたい2回プラス、ゲネプロとかドレスリハーサルとか言われるのは1回で、アマチュアになると、そのオーケストラのレベルによって、どれだけ早くリハーサルするのか、どれだけ多くリハーサルするのかっていうのが決まってくると思います。あと、面白いのが、大抵、プロのオーケストラとの共演は、1回じゃなくて、2回とか3回なんですよね。2回、3回公演。で、例えば、1つの週末に、2回。土曜日と日曜日にコンサートがあるとか、たまには日曜日は午後と夜2個で合計3つとか、時には金土日とかね、週末に限らないけど3日続きとかいうのがあったりします。だけどなぜか僕の経験だけからかもしれないけど、ロンドンのオケはいつも1回なんですよね。なんでなんでしょう、これは。僕もいつも不思議なんだけど、いつも聞こうと思って聞き忘れるんだけど、ロンドンのオケはいつも1回です。これは僕だけなのかな。もう一つオーケストラで面白いと思うのが、プロのオーケストラになればなるほど、ユニオンってなんて言うんだっけ日本語で、後で探しておきます。ユニオナイズされてるんで、時間とかのことがすごい厳しいんです。例えばレコーディングとかでも1分たりともその時間から伸びちゃいけないみたいな。だから常にそのユニオンの人が楽屋裏なりに立っていて、時間をコントロールしてるっていうのが、すごく僕はいつも面白いなと思って見ています。確かにね、そういう風に誰かがそ
そのミュージシャンたちの時間をしっかりと守ってあげないと、ずる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 とリハーサルが伸びてしまったり、レコーディングの時間が伸びてしまったりして、その演奏者たちにとって不公平になってしまうので、それはとっても僕は理解できるかとことだと思います。ただ録音してる側としてはドキドキですよね。ああこれもうあと何あと30分でできなかったらどうしようとか、そういう時もたまにあるのでドキドキしてしまいます。今日はこんな感じです。もしこの動画気に入っていただけたら、いいねさんお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。